こんばんは。やっほー。こんばんは。ぶどうなう。月が変わって6月よ。ミルキーさん。こんばんは。クラブのマショールーム担当皮ごと食べれるやつおいしい。こんばんは。まず今日は握手会でした。美味しいブドウ、止まらないこのブドウ。なんかね、あれだっけ、あ、そう、なんか8時らへんからショールームするメンバーとかが多かったから時間ずらそうって思って、そうだからちょっと意外に今日は遅めです。遅めです。今日は一部と二部個別握手会からでした。はい。で一部がこれ、ツイッターに載せた、ここはウィンクって書いてあるんですけど、アミュウィンク、吉あかりさんのブランドのパーカーを着ました。これね、思ってたよりなんか生地がちょっとなんか長袖だかも暑いかなと思ったけど、今日マジでちょうどよくって、しかもなんかめっちゃね、生地がなんかね、めっちゃね、そんな生地が太い厚いわけじゃなくて、めっちゃ着やすい。やばい、めっちゃ着ねえ、これ着やすくてめっちゃ気に入ってしまった。これ全然熱くないですよ。で2部がパジャマ着ました。パジャマで高めツインテールしたの。まだ載せてない写真、これってまうやろう。ん、確かに今日紫系多かったか、ツインやった2部はパジャマちゃんで、ね、一部で連番してくれたんだけど、企画でね、企画じゃないけど企画連番みたいな感じで愛用作文連番してくれたんですけど、前よりみんなすごく上手でした。いちごで今日はなんか愛用作文してくれた。でもなんかいちごの地はちっちゃい、なんかちっちゃいみたいなで、語はなんかゴリーダーとか言われて、親ってちょっとディスって半ちょっとディスってきたりしてる人には三角とか言いました。シュガーさんありがとうございました。今日は握手会おつ、自分の券取ってると思ったのなかったって、また来てね。三角だいだ、あ、ルリちゃんそうだよ、エルもどうして今日あれだった、会えなかったから、愛あるいじり、そうですよ、愛あるいじりですよ。ズッキーさんね、会えて嬉しかったです。
本当に高井ロンリーさん、今いっちゃん可愛いのいい。トールくん今日行きました、ありがとうございます。思ったより小さかった翔太さん、え？え？池上さんまたお待ちしてます。ゆめゆめさんまた来てね。さん来週待ってます。ママショーゴ来てくれてありがとう。ふみさんありがとう。合格でした、テレグルスさん、扇風機レグルスさんねえ加藤ですさんも会えて嬉しかったです。今日すごいあのショールームにいつも来てくれる方で初めましての方が何人かいて、お会いできて嬉しかったし、なんだろう、あなたがっていうのがあなたが〇〇さんでしたかっていうのがすごく多くて嬉しかったです。さすらってるさんいっぱい話せて嬉しかった。説明があったから噛んだだけだぞ。あーなるほどね、じゃあちょっと許す。いちごは甘いエリック、おーよかったじゃんって。三倉浩二さんもこの前そうだったんだよ。誰じゃろうって、わしがそれや、その通りじゃ、トールくん。本当に初めましての挨拶してくれて嬉しかったです。プリンちゃんぜひ名乗ってください。かっちゃんありがとうございます。空鉄待っといてやって、待ってる。そう今日空鉄行くからとかって言って、握手の後空鉄行くって言ってた方とか多かったし、空鉄なんか行くって言ってくれたりしてすごい嬉しかった。待ってるって思った。なんで名乗ってよ。出たツインテール食べたい。コンティヌちゃん、あダメ、ミクナコウジさん。グミじゃないよ、ブドウ、ブドウ食べてます。ピンクのスリッパ可愛かったよ。どこ褒めてくれとん。これは皮ごと食べれるブドウ。なんかね今日なんか基本なんか一部はめっちゃ激しめの服より、一部と二部だったら二部の方がちょっとコスプレとかを基本するかもしれない。今日も一部はこの私服で、二部がパジャマでツインテールしたんですけど、なんか一部朝からさなんか激しいのしてさ、めっちゃみんなが寝坊してさ、こんかったらさ悲しいじゃんか。じゃけんねそうしたの。そうそう、あとめっちゃ無視さされを、めっちゃファンの方が見てくんの、もう本当にもうって感じだった。寝坊せんから心配しなさんなって。そうから2部撮るわって、でも1部も撮って。そう、いや書いたけどさ、書いたけどね、あ1部からツインする時も全然あるよ。待ってタワー来てた。プーテヤン
プーテヤン今日会えて嬉しかったプーテヤン。プーテヤン今日 T シャツだっけ、なんか3色ぐらいの T シャツ着とったよね。ショールームから来てくれる方本当嬉しい。プーテヤン次回ご挨拶をだってありがとうプーテヤン。今日レインボーで言って、あそっか 3色なかったレインボー、とりあえずなんかそうなんか色がめっちゃあったの覚えてる。さしなゆいさんもタワーありがとうございます。さしなゆいさん、ありがとうございます。ありがとう、さしなゆいさん、さしなゆいさん、キティちゃん好きありがとうございます。よいしょ、たらー、今度ご挨拶しに行くって待ってます。はるかちゃん初見ありがとうございます。出た、ていすけあーちゃんありがとう。なんかね、なんだっけ、そうここの蚊に刺されたってところね、そうここと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 ここなの、めっちゃここ刺されてて、そうやばいんだよここ見て、わかる、めっちゃ腫れてんのここ、見えないかあんましわかんないか、めっちゃ腫れてんの、そう7カ所、ここ3カ所でここ4567、なんかこっちはねどっかなくなっちゃった、もうなんかわかんないけど、そうでなんか蚊じゃないかもみたいになって、そうなんかディズニーとかやっぱ草がいっぱいあるから、なんかそういう木の下とかそこら辺とかでやっぱいるってそう言われて、あ違う今日なんか怖くに病院の先生みたいな、病院の先生というかなんだろう、そのなんだろう、別に皮膚専門とかじゃ全然ない、何の専門っていうかは分からんけど、そういう救急の方が一応なんか普通にねいてくださってるんですよ。でちょっと今日見てもらったんですね、そしたらそう言われて、とりあえず冷やしてください、冷やした方がいいって言われて、そうそうでなんか塗った方がいいって言われたから塗った、スースーした。そうでも握手会の前はなんかなんだっけ、なんかバシャンってやったら冷たくなる氷みたいなあるんです、あるじゃないですか、この時期特に夏になるから、それをマネージャーさん買ってきてくださったので、もうずっとこことかここに当てて、そうかゆみをなんか冷たくしたらかゆくないから、そうずっと冷たいのをあれしてました。すごいんだよ、なんかね上側をなんかピシュって握ったらなんか水が落ちるんですよね、袋の中で多分、それでめっちゃ冷たくなるんですよ、氷みたいになる、爪でバツ作ってない、放置してる、もう今は。もうね行った瞬間みんなとかもダンサーにね、えどうしたみたいなどうしたんそれみたいにめっちゃ言われた。
メンバーにさ、おはようって会うたびさ、どんどんメンバー来るやん。みんなさ、どうしたんどうしたんってなっちゃう。もうさ、昨日さめっちゃかゆすぎてさ、めっちゃ寝れんかったんよ。えけんね、今日ねめっちゃ怖く行ってから会場ついて寝とったそうで帰ってきてまた寝とった。さっき事件ね、元気になった。まあどかちゃん蚊に好かれてるアナさんですよ。こんばんは、芋。こんばんは。ズッキーさん、ハートありがとう。そう、眠れんくてめっちゃ。そう、とりあえず、まあでもかゆいけど書かないようにしてます。おい、でもさ全部左側だからね。まあ美味しかったのでしょう、私の左側。山もっちケロッチあえて売れピカッタッチ睡眠大事、みんなしっかり寝てくださいね。今日の分も話すけ、覚悟せんでもええよ覚悟してないおいちー。マロンさん、だるま。リンゴさん、ズッキーさん、ハート、ありがとうございます。きょうちゃん元気出して頑張ってね天使認めてください。自分で天使ですなんて言わないですよ私ねえ、カープ勝った、嬉しかった。今日もでも握手会でめっちゃなんか、ねえカープさ、そろそろ弱くなってくれんってめっちゃ言われた。めっちゃ言われたから無理っていっぱい言いましたそう、カエルまさくん、カエルギフトありがとう。たくさん会えた、ゆきりんありがとう。夏って感じの格好だった、ゆきりん優勝おめでとうって言いました。もうね、違うのにねまだわかんないよ、まだまだわかりません。始まったばっかばっかではないけど、まだまだだからね。カープは広島県です。ほんまに引くくらい話すけどな、じゃあ引かせて、絶対にそれぐらいほんまに話してね16日行きます、行こうで、待ってますよ。あんちゃんのご機嫌のためにカープ買ってほしい。まさきさん出た、カープファンです。巨人だっけそう、なんか俺巨人ファンだけどとか、阪神ファンだけどとか、なんか1週目はなんだろう、ユニフォーム着てなかったの、2週目ぐらいからユニフォーム着てから来てくれたりした、阪神とかのユニフォームそう、サンフレッチェが頑張って、サンフレッチェ紫、やっぱね東京だとあれですよね、巨人の方が多い。ロンドンにアンナとディズニーの入り口まで行ったって言われたランドとシーで別々やったっけんな。ビジネス宣言してるからブドウだよ。普通のブドウ、皮ごと食べれるやつ。うんふん、おいしい。これ一回食べたら止まらなくなる。でも今日ね、なんだっけ、帰りにあれ買ったの、めっちゃ大量に冷凍フルーツを、何買ったっけ、あ、なんかチェリーの冷凍フルーツとブドウの冷凍フルーツと
いちごの冷凍フルーツとミックスベリー、なんかラズベリーとかブルーベリーといちごが入ってるやつを2袋買って、5袋もフルーツの冷凍フルーツを買って、プラスそのこのなんか皮ごと食べれるブドウも買ったし、そうフルーツをめっちゃ買っちゃった今日。そうパインも欲しかったけどパインなかった、マンゴーとかなあったけど、そうあとなんだっけ、枝豆も買ったんですよ。そしたらね、冷凍庫がパンパンで大変だった。そうスムージーに使うよ、ベリーの2袋といちごはスムージー用に買って、はあ、って感じ。フルーツじゃないよ、枝豆。桃はちょっと今日ね、てか桃の冷凍ってあんまなくない？桃食べたい。よりも始まった、みずはみずはちゃんくどい黒い枝豆知らない、黒豆しか知らないんだけど、フルーツ好きの女っていいよねなかなかさ。あ激辛親父さん、やっほー、早く来週ならんかなって。スムージー言いたいだけは、待ってスムージー好きやから本当に、ちょっとてっちゃんそうですちょっと冷蔵庫入ってきますおもろ、来週の小学まで待とうってリンクスさん、山田浩平さんも来週、三条八百屋さん渡て様ありがとうございます。そう冷凍庫ね、フルーツって糖分多いの？マジ？まあ食べ過ぎんかったらいいよね。ビジネススムージーって、うん違うよ、スムージー好きやん本当に。スムージー調理配信多分耳が裂けるよ、ガガ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 ガって言うから、スムージー空鉄行くぞって声が行き、みんな空鉄集合だ。でも水はどんどん綺麗になるからなくるくるさんこんばんはってツーショット写メメール、あモバメで見た、モバメ何載せてたんだろう、わかんない、あ見れないコンビニのスムージーはね、もうそんなのコンビニのはあんまり飲まんか、何飲むだろう、たまにファミマとかであるキウイのスムージーとかベリーのスムージー、私基本ベリーのスムージーは好きですね、ベリー系がおすすめ、あんはただ好きなだけ。あ出たアッキーさんだ、アッキーさん今日はありがとうももに明日さ、確かに ビビンババさんありがとうございます。そう私はもうベリー一択ですね、スムージーといえば。今何時って聞いたらスムージーって答えようかなムカつく好きです、ピーチビートさん、エアープレーンさんありがとうございます。最近忙しかったのももにゃ、お疲れ様。のりあきさんぜひ来てください、特賞と書いてのりあきですって言ってくださいそしたら私はすぐにあーって言います。アンナ今何時、スムージーなんでやねん、愛用作文リベンジが一番嬉しかったって、宮本さんお疲れ様です、お疲れ様です。むつき大阪の行ってくれたんだっけ、どうだった、もう6月だよってね、やばいね、今度何時か聞くね、
多分「今何時か分かんない」って言っちゃうと思う。どうせスムージーっていうこのネタ忘れてるから。緊張したの、ミクの浩二さん。絶対言う、背伸びたって急に伸びたってことにしておこうかな。アナちゃん6月も好きだよってアイカちゃんありがとう。貴重な店長、店長待ってます。店長お話しようね。みんな桜餅ちゃん、トゥルトゥルトゥルトゥン。シュード、顔隠しの術バイト面接。そうだね。じゃあテーマ決めるわ。その空鉄では私がバイト面接をしてあげるなバイト面接をします。バイト面接しますって感じ。違う、今日ねめっちゃね、そうこのなんかこれ、この服の写真載せたじゃないですか、全身写真。そう、瞳が撮るの上手だっただけ。瞳が撮ってくれたんだけど、この写真は。そうなんかね、すごいね、瞳が全身写真ね撮ってくれたね。すごいね、なんかねいい感じに写してくれんの。めっちゃ上手なの、瞳撮るの。瞳のおかげだよそう、昨晩みちがあんちゃんのモノマネしてた。なんの、何してたの、あの子。そう、履歴書持ってきてください。そう、全身写真とか、あの全部、この写真は瞳が撮ってくれたんですけど、そう全身写真とか、そういい感じに下から撮ってくれるので、ちょっと足長効果をやってくれます。ありがとうあんちゃんの口癖言ってたわ。あーね、昔から変わらん口癖じゃけんね、あんね多分。あんなちゃん誰かの撮った、撮ったよ。とね、サーツンとかナータンとか、と誰だろう、今日はサナータンの撮った、2人の撮った。はじめまして、マサヤって言います。本当ですか、本当にはじめましてですか4人同時配信してんの、やば、マジ。ちょっと待って、リサ、アンナ、ハナより、マジ何もやってる。全然かぶっちゃった、ごめんね。まあしょうがない、今日は日曜日で怖くなったとかみんないるからさ、かぶるよね。いいじゃん、いいこと、イコラブショールーム祭り、わっしょーい履歴書顔に貼っていくわ。じゃあ絶対顔に貼ってきてねめっさ眠たいって、あ土曜日だった土曜だけどねっていうコメント超多いんだけど日曜日じゃなかったの、今日土曜日なの。曜日感覚ねないんだ。今日土曜日でしたわ、すいません、すいません間違えました。アイドルあるある、そうなんですか。みんな曜日ってなんか人間さ、呼び間違えちゃうよ
土曜だったのか。そろそろ会いたいと思ってる。あ、もう同じこと思ってる。アライッペさん、なんかカニ、カニじゃない、エビのようなアイコンなんですね。嘘つけって言われた。本当やし、本当に思ってるわ。毎日会いたいってなあ、予備感覚ってないよね。あんちゃんの剣と約束をケロちゃんとしてカッコで書いてある。行くねって、カエデちゃんありがとう。じゃあケロちゃんと連番していつか。キャラとの身長差すごかった。あ、違う、今日そうめっちゃ言われた。なんか今日2部がヒール履いてなくてスリッパ履いてて、めっちゃぴっちゃん、ちっちゃこったんでしょ、ちっちゃんこぺっちゃんこ、ぺったんこの靴履いとったけちっちゃかったんですよ。そしたらめっちゃみんなになんか、え、ちっちゃみたいな。めっちゃ言われました。マネージャーさんに同じ後ろ姿ちっちゃすぎて笑ったって言われました。握手してる姿が。ファンの方にもめっちゃなんかちっちゃって言われた。そう、今日ミリナの生誕だった。シナモン可愛かった。すごい、なんか何個だっけ、8個ぐらいのなんかすごい宝箱みたいな、すごいなんかもうミリナのことを思って、なんかファンの方が全部なんかもうミリナのことをこんなに思っていろいろと準備してくださってるんだなっていうのを、すごいなんだろう、実感というか、すごくね、あれした。すごいなんかファンの方が最初せーのって言って何も言わんくて笑った。可愛かった。そう、すごいなんか愛をね、毎回毎回愛を感じますよ。なんかそれぞれのファンの方がそれぞれのなんか好きなこととか趣味とかに合ったものを、そうなんか準備してくれて優しいなって。入り口で練習してたよって、そういうところめっちゃ可愛いじゃん。言いたいことがあるの。なになに、なんかね、女の子は可愛いんですよ。言いたいことがなんかあるのみたいな言って、そしたらファン、男性のファンの方、なになにって言うんですよ。めっちゃ面白かった。可愛かった。そう、でもね、すごいね、なんかミリもすごい嬉しそうだったし、そう思った。生誕祭どんどんレベルアップしていく。そう、なんかもうすごい。でも本当になんか生誕委員長をはじめとする生誕委員の方はすごい何ヶ月もかけて準備してくださってるから、そのこのね、今日だミリにあったら今日の日のためとかに、そうだから、そう、そう、すごいありがたい本当に。毎回毎回全メンバーの生誕員のみんな、そう女の子とかもね生誕員入ってくれてたりして、そう嬉しいです。そう。アンズのアンの生誕員の方も前回めっちゃ豪華な、めっちゃ準備してくれてて、もう本当にね感謝すぎた、やばかったから。そうでもね、ファンの方がね、生誕員のね方がね、生誕偵察に来てるって言ってた。生誕はねちゃんとね見てね、そういろいろ考えてるって言ってくれてたから、すごい嬉しかったです。と半年やってね、アンはまだまだだけど、
アンズーのシャツってあるんだね。セーターの時のかな。そう、22歳になるの時にゃんにゃんになるの。そう、5ヶ月後だって。やばい。22歳になっちゃう。ウケる生誕で無表けます。大丈夫です、そんなネタに走んなくて大丈夫です次の生誕は7月15だって。他のメンバーの生誕いいんやったらってマジか、マジか。にゃんにゃんになる、すごい。なんかね、アルバムとかもめっちゃ嬉しい。あ、なんかね、ファンの子とか言ってた、この会場もう狭いよってパンパンだよって。なんかね、酸素薄かったよねみんな大丈夫だった？ありがたいですね、でもそうなるのは。ギッチギチやでって暑かったってね。待機エリアごった返してたって。狭かった？そっか。まあでもそれもそれでありがたいことですね、本当に。確かにエレベーターがね、確かに確かに。なんか今日エレベーター乗って20階ぐらいまで上がったんですけど、すごい確かになんか、あ、エレベーター長いなって思った。生誕最後のエレベーターが混んでた。まあね、生誕祭ってね、確かに。エレベーターが一番涼しかったん？でも嬉しいです、やっぱり増えたって言ってもらえて。まだまだもっともっと大きい会場で小悪魔できるようにね、頑張る。24人レーンだったらもう無理。確かにそれは確かに。今のえみちゃんがね、3人1組レーンだもんね。幕張がいいってね、幕張の会場の琥珀やっぱ良かった。生誕でめっちゃいいなと思った。そう、ラグーナ効果でありがたい、とっても。なんかすごいさ、やっぱなんか今イコラブのファンのことを知ってくださってる方でどんぐらいいるんだろうって思ったらさ、なんかまだまだ私さ、全然さ、もうさ、この日本で考えてもさ、本当にさ全然だと思うんだけどさ、それでもやっぱさ、なんかいっぱい来てくれてるっていうのをさ、少しずつ実感できて嬉しいしさ、なんだろう、なんかこんな、なんだろう、なんて言うんだろう、会場とかもさ、なんか私にとってはすごい大きい会場だからさ、そうで、琥珀も今日もさ、すごい、もう今日っておしましってありましたか？か分かんないんですけど、すごいレーンとかみんななんかもう本当にいっぱい来てくれて、すごいなんか、こんなこと、間違えた、こんなにアンのためにアンに愛に並んで今日はなかったのか。じゃあアンの剣をわざわざ買ってくれてる方がこんなにいるんだって思って、なんかそんな、なんだろう、私の中での話だから、もう他と比べるとかじゃなくて自分だけの話で言うと、なんか自分の中ではすごいなんかいっぱい来てくれてるってすごく思ったから、なんだろう、私の中ではすごい嬉しくて、それが、そうだからすごいなんかすごいなって思ったすごいなって思って嬉しかったです。
嬉しい。なんかさ、でもやっぱ怖くってさ、なんだろう、48グループさん、46グループさんとか、なんだろう、そういうもともとアイドルが好きな方じゃないと怖くってなかなか撮りづらいっていうか、まあ、もちろん最初はファンの方ね、何も知らなく撮ると思う、なんだろう、最初はみんなそうだけど、なんだろう、怖くってさ、結構ハードル高いじゃないですか、その子の1回のための1枚を買う、でしかもフォーチュンミュージックに登録して買ってっていうのがあるから、そうね、多分いろいろとさ、手続きというかいろいろ大変だと思うんですよ、もともとの予約制だから、しかも何ヶ月かちょっと前からさ、なんだろう、予約してくれてるから、予定もわからない時からじゃないとあれじゃないですか、だからすごいやっぱ琥珀に来てくださる方ってすごい、本当にそういう、本当になんか好きで本当に興味を持って来てくださってる方だから、すごい、なんだろう、わざわざその案の件を取って来てくれてるから、もうすごい本当にありがとうって思うし、でもなんかやっぱりこう初めましての方とか、まだアイドルのこととかあんまり知らない方にもイコラブのこと知ってほしいし、だからでもやっぱそういうのってなると全国握手会だと思うし、そう、なんか善悪は、そうそう、最初は個別も善悪わかんないですよね、怖く善悪って言われても、それってなんかアイドル用語っていうか、どっちかといったら、そうだっけ、なんかやっぱり最初はライブもあって握手会もあってっていう3人ずつとかのレーンでっていうのから入る方が多いと思うんですけど、そうだから、なんかそれは善悪はやっぱそういう初めましての方とかが特に多いし、なんか善悪と怖悪のそれぞれの良さっていうか、だじゃけんこそなんかもっともっといろんなところで善悪をやりたいとも思います。でもやっぱ怖くの方がゆっくりなんで話せるし、ファンの方も思いを伝えてくれるし、私も思いを伝えやすいのは全然怖くだから、まあ、善悪のまとめは怖くと似てるからあれですけど、そうそうそう、すごいありがたいですね。感じ。とこんさん、ギフトありがとうございます。タモンさん、初見ありがとうございます。怖くはね、シュガーさん頑張る。そう、善悪はそれやっぱライブもあるからね、そこが特徴かな。なんか全国握手会って言ってるけど、全国握手会っていうミニライブっていう名前入ってないじゃないですか。でもさ、なんか善悪といえばライブじゃない、なんか握手といえば怖くって感じする、どっちもだけど、善悪はなんかイメージ、水は何でも受け止めるから。そうね、撮影 OK だね、確かに。なんで全国なんだろうって、それな、全国なんだったらもっと全国行きたい。なんちゃって。ひろひろさん、ありがとうございます。だってさ、透明版握手会だもん、基本透明版副握手会ぐらいだよ、福岡。だからさ、全然全国じゃないもん。全国は47都道府県あるんだよ。本当に。だからさ、ちゃんと全国握手会になるようにさ、頑張んなきゃって思う。それな、首都圏握手会だよね。
確かにミニ握手の方が全国握手、確かに広島北海道とか仙台が入るもんね。でもだけいつかちゃんと本当に全国に行って全国握手会になるようにね頑張ります。だってやっぱりさ、なんだろう、全国やっぱ行かないとその地方のねファンの方に知ってもらえないし、うん、自分たちから行くことはすごく大事だなって思う。全国言えてからって言われたその通りすぎる広島グリーンアリーナで、おお、でかいね、会場が大きいですね。そうね、今回は東京っていうか関東がね、もっともっと全国本当はしたいですね。でもなんだろうな、もっと気軽になんか来やすい場所とかでやりたいなって思うんですよね。なんだ、どこだろう、わかんないけど、こう並んで建物の中にそういうホールとかに入らなきゃいけないとかじゃなくって、なんだろう、もっと、うん、なんかもうオープンスペースみたいなところでやりたい。なんか通りがかった方にもちょっと知ってもらえるようなところとかでもやりたい。コンビニただの迷惑やんそう、なんかどっちもやりたい、そういう風にって思う。なんだろう、わかんないけど、まあでもとりあえずアンはライブしたいですね。結構ライブしたい、いろんなところで。なんか気軽に来やすいところでやりたい。でそこでなんか少しでも興味ある方が足を運んでくださって来てくださって、そこでイコラブ沼にはめるって感じ。かゆい。そこからはもう私たちが沼へようこそって、12人いるから誰か1人はねきっと個性豊かなんで、おっていうメンバーがいると私は思うので、イコラブ沼にハマる準備できてますか、イエーイって。そう、沼にはめちゃいます。どこでやる、南極って、寒いやん夢の国はって夢の国、イコラブ沼ハマったよってかっちゃん。もうね、どん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 ミチューズの方だ、なおやありがとうございます。ツイッターフォローしました、イヒヒだってありがとうございます。赤だけライブは絶対にやりたくない、もう噛んだし、うん、イコラブのはね抜け出しちゃダメだよ、マジマジでダメだよ水深何メートルか分かんない、イコラブ、そう、友達にみんなイコラブを、イコラブ行こうって誘って、あ、富士急とかでやってみたい、行ったことないから。リサのショールームからいらっしゃい、沼から引っ張って出してくれ、ダメですよ、出さんよアバター買いました、えひひえひひ、ドロッドロですかって沼はどうでしょうか。
ッタ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 ッ、ケロヨウさん頑張んにゃ、足つかまれますよ。欅さんも富士急で、ね、やりたい。富士急大きい会場なのかな、どのくらいなんですか。リサのショールーム終わったの。美里さん、エコラブ沼にいらっしゃい。今日は何時まで。11時ちょい過ぎぐらいまで。今何時なの。さすがチロスさん、チロってるね。何万人くらい入るの。おお、ちょっとでかいね。まだイコラブちゃんでかいかな。よいしょ。え、もう11時12分なの。知らなかった、そんな早かったんだ。もうもう11時ちょい過ぎてた、早っ。日比谷の詳細ね、まだ分かんない。私もイコラブ沼の水はみんなの汗と涙なんですよ。その通りなんですよ、さしなゆいさん。そうなんですよ、そうなんですよ。ゆうかアンズ仲良し雰囲気はすごいねって、それはファンの方がそう作ってくれてるの。なんか初期から応援してくださってるファンの方がそういう空気を作ってくれてて、それはすごく感じる。入りやすい空気を作ってくれてるからありがとうって思う。みんな仲良しだよ。だからだからね、全然ね、すっごいね、ウェルカムしてくれるんだよ、新しいファンの方のことも。だからね、来てね、あんなのとこ握手って何話すのって。うん、それぞれだよ。全然千穂ちゃん激推しの方だ。南中うどうさん、こんばんは、初見ですって、ありがとうございます。ロングさん名古屋ではよろしくお願いします。もう新規です、もう全然大歓迎ですよ。大大大歓迎ですよ。クラブの子役今度初めて行く、アナのとこにも行くって。ルピーダディさん、ありがとうございます。アンズに混ぜてもらえて、ウレピーマンパプリカです。ギフトにカエルあったって。リサ君インスタライブになったんだ。なるほどね、なるほど。愛知行くよって、ありがとうございます。先週土曜の大阪全国でハマったよって、 SKE さんのファンの方、ありがたい、ありがとうございます。なんでやねん、なんちゃらおじさん。なんちゃんの優しさがアンズの団結力を作ってます。団結力はほんまにすごいと思う、ありがたい。ないだし21。あいかちゃん、プーテヤン、プーテヤン。終わろうかな、そろそろ。出た、柏餅さん。リナオー、ありがとう。今日はおやすみ、おやすみ。みんな明日日曜日何するんですか、何をするんですか。お仕事の方いますか、頑張ってくださいね。
一緒に明日も頑張りましょう。お仕事の方多い、握手って書いてある。明日はゴルフ、免許更新、アンナのことを思ってるよって言われた。アンナさんに、なんだろう、かわいい、お買い物、元気もらったから明日仕事頑張るね。明日何買ったっけ忘れた。やばいじゃんやばいじゃん。じゃあ終わるね。終わります。13位がイトコンさん、12位がレグルスさん、11位がカズジーさん、10位が山田浩平さん、9位がニックさん、8位が高市さん、7位がジッスンさん、6位がケンヨンパチさん、5位がポークたまごさん、4位がズッキーさん、3位がマサくん、2位がプーテアン、1位がサシナユイさんです。ありがとうございます。よし、じゃあ読み、ランダムは、5人いきます。1人目、プチ、優しい豚さん。2人目、ソムーンインさん。3人目、ももにゃ。4人目、シャルタさん。ラスト5人目、じゃあ下らへん行こうと。レイ、レイちゃん、レイさん、レイちゃんです。ありがとうございます。よし、じゃあ今日は皆さん、今日は皆さん、怖く来てくれた皆さんもありがとうございました。また会いましょうありがとうございました。じゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんチョキ。それではおやすみなさい。バイバーイ。また明日ね。また明日会いましょう。バイバーイ。